ユスティヌス一世は、東ローマ帝国、ユスティニアヌス王朝の初代皇帝。正式名は、フラウィウス・ユスティヌス・アウグストス。貧農からプラエトリアニに入隊して、その将軍となったが、晩年皇帝となった。老いのユスティニアヌス一世を養子として、コンスタンティノポリスに招き寄せ、後継者として養育した。パンノニア族州、ナイスス近郊のベデリアナ出身。 フライトリアニに入隊後に解放奴隷出身とされるエウフェミアと結婚。その後は着実に軍歴を重ねていき、将軍の地位に就く。先帝アナスタシウス一世には死死がなく、後継者も指名せずに518年、86歳から87歳で死去した。このため、元老院は協議の末、68歳の老将軍、ユスティヌスを新たな皇帝として選出した。 ユスティヌスは、オイデ養子のユスティニアヌスの大きな助力を得て神帝に即位した。ユスティヌス帝の時代、帝国はアンティオキアの大地震などの災害に見舞われ、対外的にはサーサーアンア・朝、ペルシア帝国からの侵攻に遭うなど、その知性は多難を極めた。貧能出身のユスティヌスは、字の読み書きができず、直令などには、レイジとくり抜かれた板が用意され、それに沿って、ペンを、 側近の手を借りて動かして署名していたという。このような皇帝であったため、おいで、法学、神学の造形部会養子のユスティニアヌスが、副神、後継者として実験を行使した。ユスティニアヌスは、本名をペトルス・サッパティウスと言い,い、彼の母ビギランティアは、ユスティヌスの姉であった。第三名のアイスティニオネスは、ユスティヌスの子となったことを意味する。また、 ユスティヌスは、先定時代に悪化したローマ教会との関係修復に尽力した。ユスティヌスの死後、後位はユスティニアヌスが継承した。525年頃、老いユスティニアヌスは、踊り子出身のテオドラと結婚した。当初、階級の違いのために彼女と結婚できなかったが、皇帝ユスティヌスは、老いのため、皇帝名で異なる階級間の結婚を認める法律を制定した。 ありがとうございます。